教えて高尾プロバックスライス編、パチパチパチ、怖いね、はい、力加減っていうのがすごく大事だと思う。低いところに少し厚めに当てるイメージ持ってほしいかな。ブルモンだと思ってます。そうそう、ね、どうしてもね。チャンネル登録よろしくね。こんにちは、荒川春奈です。こんにちは、鈴木高尾です。今回はバックハンドのスライスを高尾プロに、コーチングしていただけたらと思います、はいはい、はい、では今日も、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、バックハンドスライスは。私は結構スライスを女子選手の中では使うタイプで、うんうん、やっぱ小柄、結構身長ちっちゃいんで、うん、ディフェンスに回ることが多いんですけど、はい、そこでスライスとかで滑らせて、うん、ちょっと不利な状況からもそこから攻めに、スライスで攻めにつなげたいっていう思いがあって、はい、滑るスライスを教えていただけたら。そうですね、滑らないスライスはね、チャンスボールになってしまいますからね、はい、まあ、滑るというのはもうね、コート上をね、本当にイメージですからね、滑るわけじゃないから、はい、してね、こう相手に対してちょっとこう表現的には僕はこう詰まらせるとか、ね、うん、相手がこう例えばフォアで、女子選手では少ないかもしれないけど、例えばフォアでグッと構えた時に、打ちに行った時に自分の方にグッと飛んできて詰まってしまう、で次のチャンスボールを待つとか展開を変えるとかっていうことにもなるし、うん、場合によっては相手がね、それほどスライスが得意じゃなければこっちがうまくディフェンスをして相手に低いとこで取らせて、次を待つっていうことにもなりますから、うん、はい、そういった部分でね、ちょっと今日は実践っぽくね、はい、やっていきましょうか。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。スターテニスアカデミーでは場面としては、まあ、自分があまりいいボールが打てなかった、で相手がまあフォアバックにしろ、荒川さんのバックの方に動かしてきたところをどうやってクロスの方向に、ね、はい、もちろんストレートにもクロスにも真ん中にも全部打てるのがそれは一番いいんですけども、まずクロスに相手が右利きと仮定した時に相手のバック側に一回しのぐっていうことでちょっとイメージしていきましょうか、はい、じゃあちょっと何球かお願いします。はい、わかりました。はい、ではお願いします。はい、OK、あ、じゃあラストお願いします。 OK、 いいです。自分の思ってるスピードのボールで打ててますか？結構なんて言うんだろう、その男子選手の試合とか見るの好きなんですけど、うん、男子選手の場合はスライスで、うん、なんだ、時間を作るっていうか、はい、ゆっくりの深いスライスで相手にも攻めさせないし、うん、時間を取らせるスライスをよく見るんですけど、はい、私の場合なんか一直線にビュンっていうスライスしか打てなくて、うん、でスピードは自分が思ってるよりも早く出てる？うーん、速いかなって感じます、うん、自分の中で。なんかね、僕外から今4球見させてもらったけど、はい、何かこのディフェンシブ、いわゆる守りのとこなのに、なんかこの1球で決めたいじゃないけども、うん、ちょっと自分が思ってるスピード、自分のスイングのスピードよりもボールがね、早く出てしまってるようなイメージがある、うん、はい、でそれってもちろん自分が速いボールを打ちたくて速いボールになるのであれば次のショットっていうところでも何の問題もないんだけど、うん、本当は遅くしたいのに早く出てしまうと戻るスピードも必要になるし、相手からするとスライスが速いことによって次のショットが逆に打ちやすくなることがある、うん、だったら力の入れ具合ももう少し動いてってスイングに入る前からある程度力を入れておいて、そのままゆっくり、スイングそのものはゆっくりだけど力はきちっと入れておいてボール自体を遅くしてあげたいな、うんうんうん、ちょっとイメージを持って見ていただいていいですか、はい、こちら側で、すいません、はい、お願いします。
もうこれゆっくりね、ゆっくり。まあ3つもあるから、それはどっか飛べば当たります。それは気にしないでください。はい、わあ、うまい。このゆっくり振ってるっていうのを分かってほしい。で、うん、このボールだったら言っちゃうけど、僕はこれはできる、できちゃうっていうのは、やろうと思ったら早くパッと出したり、あのスイングを強くしてボールそのものをいわゆる速くすることはできます、うん、でもこれはもう僕のスタイルとして、ここに打たれたボールを1球で相手を追い込んで、次のボールはもうネットに出たいからっていうスタイルだから、これが必要、うんうん、でも荒川さんの場合は打たれたボールを自分が打ちたいスピードと場所によって次の自分のポジションを確保してほしいから、うんうん、もう少しゆっくりスイングしていい。で、はい、変に深く打とうとしないでください、うんうん、浅くていいので低さをちょっと保ちたい、うん、あの低さっていうのはネットをの高さを出さないで、うんうん、ネットからの上の高さを出さないで、ネットのできる限りギリギリを通してスイングをイメージしてほしい、うんうん、ちょっとやっていきましょうか。あの1回でうまくいくとは思ってないから、はい、一球ずつゆっくりいきましょう。はい、お願いします。あじゃあよ、うん、okay、よ、力入れ具合ね。あ、そうそうそう、あまり打点を前で取りすぎないようにしようか、うん、前で取りすぎちゃうと体が前に突っ込みすぎるっていう表現するんだけど、行きすぎるともうこの前でしかさばけなくなっちゃうから、うん、場合によってはある程度ちょっとボールを引き込んでゆっくりゆっくり打ってから次のポジションで戻るっていうイメージを持ってください、うんうん、はい、行きましょう。そうですそうですそうです。ボールの高さをぐっと抑えましょう、抑えましょう。あれ、力入れといていいよ、力入れといて、入れといてそのまま、そう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 、うん、OK、 いいですいいですいいです、うん、一回ストップしましょう。でもちろん早く振りたくなるっていう気持ちを抑えるから、ゆっくり振ることは今度できるようになったけど、ゆっくり振るときに当たる角度っていうのを今までと同じように下に入れちゃうとボールが最初のように浮き上がってしまう、うん、はい、なので当たる瞬間っていうのは垂直とまではいかないけれども、上からラケットが出るんで当たる時には面が上に向きすぎないようにうまくフラットに近いぐらいで当ててもいいです、うんうん、でも絶対アンダースピンはかかるから、うんうん、ネットのところでちょっと浮きさえすればいいので、うん、変に浮いてしまうと、最初に当たった角度で浮いてしまうともうボールは絶対落ちないんで、もっと低いところに少し厚めに当てるイメージ持ってほしいかな、うん、はい、ちょっとお願いします。うん、イメージも持ってね、イメージ、はい、ボールのイメージも持って力入れとく、入れとくけども浮きすぎないように。お、ラストお願いします。もうあの高さでいけば相手としては絶対前に来て低いところで打たされるようになるので、引っ掛ける可能性があるから、うんうんうん、ね、それもイメージしていきましょう、はい、そう、しっかり握っておいてね、はい、小指側は少し意識して、あ、違う、お、そうそうそう、ナイスよ、当たる角度気をつけて、シューシーよ、もっともうちょっとスイング早くしても大丈夫、もうちょっと早くしても大丈夫、はい、そう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 、あ、前で取りすぎないで、はい、そう、いいです、ナイスショット、うん、okay、 うん、ボールの高さによって角度も気をつけてね、 okay、 ラストいきます。 OK、 いいでしょう、やっぱりこういったボール出しで練習してって、うん、ね、やっぱり試合の時だったりラリーの練習の時にボールの高さであったり、自分が走らされるのか、もしくは止まったこの近くのところでスライスが打てるのかっていうの、いろんな場所になると思うので、うんうん、その一球一球に対してうまくこの当たる面の角度っていうのは微妙に調整しなきゃいけない、うんうん、多分高く弾んできたボールをスライスで打つってことはある？
うん、あんまりないよね、はいはい、多分それだったらもう両手で、ね、うん、打ちに行くと思うから、はい、やっぱりこの低さのところでも浅くバウンドするところと深くバウンドしたりその中間なんかもあるから、うん、うまくこの感覚っていうのはやっぱりある程度たくさん打って、感覚っていうものをやっぱ得ていく必要があるかなと思います、うんうん、何かありますか、はい、この もうちょっとなんか思ったよりもあれもっと速いの打ちたい？いあの結構多分普段は速いの打っちゃってて、うんうん、で女子選手とそういう速いのやっても、うん、その他の選手のも見させていただいたんですけど、うん、はい、やっぱ空間をなんだろう時間を長く保たせるスライスを使ってる選手がほとんどで、うんうん、打ちたいなって思ってたんで。なるほど、はい、ね、私も深く打たなきゃいけないとかスライスはそのなんか低くなきゃいけないと思うばっかりじゃなくて、うん、やっぱりどういう角度で当たってその最初に言ったけども力加減っていうのがすごく大事だと思う、うんうん、スピン系のショットっていうのは多分当たる少し前からグッと力入れる程度でもいいけど、スライス系特にバックで少し振られた時なんかはもう走っていってる時にある程度力を入れてラケットがこうグラグラしないように力を入れておくのが必要だし、うん、あとこう振り出す前にも力を入れたままそのまま当たって当たり終わった後もある程度力入れておいてでその後グリップチェンジをするっていう風にならないと、うん、はい、スピンの感覚の力加減でいっちゃうと当たる時にギュッと握った瞬間にラケットがスピンと同じように加速しちゃうのよ、うん、そうするとどうなるかっていうとよくありがちなのがもう自分が思ってるスピードじゃないラケットヘッドのスピードが出ちゃってボールが速く出すぎちゃう、うん、でもしくは角度を間違えた瞬間に下に入っちゃって今みたいに浮いてしまうっていうことになるからラケットのこの角度もそうだしラケットのスピードをあえて遅くするっていう意味でも、ある程度力加減は早めに握っておいた方がいいかなって思います、うん、はい、なんか振るもんだと思ってます、はい、そうそう、ね、どうしてもね、振れば確かにね試合の時に振った方がなんか怖いからなんかこの振りたくなるんだよね特に外に行った時にもうわーって振っちゃってなんか入って相手がミスったらいいやって思っちゃうけどでもそれって意図的じゃないからやっぱりレベルが高くなるとあそういうふうに外側に振ったり遠くに振ればあの選手はそういうふうにやってくると思ったら読まれてしまうからやっぱり自分のスピードと自分の角度っていうもので相手に対してこう低いところで取らせるようなはい、ディフェンスをぜひもうちょっとねレベルアップして、はい、それが今度はストレートだったり、はい、例えばそれがドロップショットになったり、うん、もしくはこのロブの感覚というのも良くなると思うから、うん、ぜひともね頑張ってレベルアップしましょうか、はいはいはい、ありがとうございました。いいですか、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like and leave us comment down below.By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Please don't forget to turn on the notification bell so that you won't miss any updates. We also have another class called Team Star Tennis Academy by Top Pros. So please join us and let's enjoy tennis together! See you next time! Bye!